2001X 年、対悪する犯罪が多発する時代、日本政府は警察組織の中に凶悪犯罪に対応するための特殊部隊を設置した。その名はスケルトンズ。その日、私は特殊な任務を受け、とある建物に向かった。私はこの建物を爆破しろとの任務でここに来た。だが爆発装置のキーコードは、施設の人間を見つけて聞き出せとの命令だ。君は警察の特殊部隊スケルトンズの者です。
あれは悪魔の研究だった。政府は軍事利用を目的にあのウイルスを開発していたんだ。まさかこんなことになるなんて。あの黄色い生き物は一体何なんですか？どうでもいい君。どうでもいい君？我々はそう呼んでいる。どうでもウイルスに感染した人間はどうでもいい君になって人を襲うんだ。そしてどうでもいい君に噛まれた者は感染する。ウイルスが外部に漏れるのを一刻も早く防がなくては。そこの配線盤を開け、スイッチを入れろ。キーコードはどうでもいい君。今から3分後にこの建物は爆破されます。建物内に残っている職員は早く逃げましょう。早く。私は特殊な任務を受け、とある建物に向かった。私はこの建物を爆破しろとの任務でここに来た。だが爆発装置のキーコードは、施設の人間を見つけて聞き出すとの命令だ。エカト、今から3分後にこの建物は爆破されます。建物内に残っている職員は、直ちに退去してください。早く逃げましょう。爆発まで、あと30秒です。カット。2006年、多様化犯罪を実施。日本政府は警察組織の中で凶悪犯罪に対応するための特殊部隊を設置した。その名はすっげーというところを持つ。2006年、多様化する犯罪が多発。実際日本政府は警察組織の中に凶悪犯罪に対応するための特殊部隊を設置した。その名はスケルトンズ。